さあ時刻は9時30分を回りましたそのような本当の輪の時間です日曜日の朝皆様とお過ごしでしょうチャ,チャーガン中でしょうか今週も東京からドクター水素ボトルの WOO イースト株式会社北条さんが来てくれてますはいおはようございます本日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますもう毎週来てくれてはい 当然レギュラーでございますがもうね2年超えまして3年目入ってますからね最初の方ではまあ僕は来た時に喋るよっておっしゃってたんですがもう欠かさずそうですね欠かさずあの第1回台風でちょっと阻まれたことがありますんでああそうでしたっけ私抜きがありましたけどそれ以外はもうほぼ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 今回もちょっと危なかったんですけどね台風がんとか。 ネットに逃げてきます、ねはい、変わったし、はい、はい、よかったです、はい、さあそして今日もですね素敵なゲストさんを紹介したいと思いますそれでは自己紹介お願いしますはいこんにちは富城市富城の方で美顔、えー、エステ専門店をやってます龍ュウココリネ玉城直美と申しますはい<ー>玉城さんよろしくお願いしますはいお願いします龍ュウココリネ美顔専門店 と、はい、ということですが、美顔をもう特化してやってるってこと、はい、てて、ですかを特化し私が、えっと、このお店の方で取り扱っている化粧品の一愛用者から始まりまして、はい、この職業になったんですけどももともと美容専門学校19の時に卒業しまして、はい、で美容師やって美容学校の先生やって。 で,で今っていう形の職業の方が、まあ、ずっと長くってずっと、えっと、今49なんですけどももう約30年以上近くあのはのお花の名前で、えっと、リュウココリネっていうお花が。 あるのでその時の私のマイブームが響き的にラ行がつくものが直感的に名前をつけようと思ってそれで「D」がつくんですけども私の娘もその時で娘が生まれてからの誕生になるのでなので20年ってなんですけども娘も「D」ってことでやってます。直感ででで行やりましたすすごいね はい、ということでえー、っとあれですか美顔専もマッサージとかは あエッセイの方もあるんですけども、はいえっと、私が、まあ、当時ニキビ肌だったので,でニキビをこの、えー、見えないいでですすすかありがとうございま,すまそれで良くなったので良、うん、くなったから、えっと、その化粧品のお話を聞いててあやっぱりってことで,で後々にまあ人間年取るのでいずれシミだったりしわたるみができる中で、うん、私は若い時にこのお仕事をやったのでまだ道の世界だったんですね。シミシミ シワたるみまだない時だったのでその中で、まあ、お客様もどんどん、まあ、シミだったりシワのお客さんがいらっしゃってで、まあ、ビフォーアフターを撮ろうということでもうずっと長年今まで、えっと、この化粧品を使って沖縄県民の人のお肌を、えっと、写真を撮ってでそれで自信につながってお客様に伝えてって形でさせていただいてます。まあ、エステもやってるし、その化粧品を、うん でエステもやりながら結局でもホームケアとか、うん、お家に帰ってが大事なのでなエステを月に1回だったとしても残りのじゃあ29日の,、うん、あのホームケアだったりとか日常紫外線どれぐらい当たっているのとかはい、はい、あとライフスタイルもあって、うん、総合でやっぱお肌って変わっていくのでな、うん、のでやっぱホームケアって いうご案内で、えっと化粧品まで販売させていただいてます。はい。すごい手厚いですね。じゃあ。はい。なので、マンツーマンで一人で経営しているので、うん、で、最初に来たオープン、オープニングの方から、えっと、クロージングの方まで。うん、で、えっと。 扉開けたときにでエッセして帰っていく時のやっぱ目がキラキラしていく姿がもう毎回忘れられないので、うん、それで多分長年ずっと続けられているんだろうなと思ってます、うん、沖縄は紫外線強いですからね。 がそうですねでもまあ慣れてしまったので痛いですよねなので私はもう紫外線がしみしわたるみを作るので年がら年中えっと紫外線対策をしてねということで私のお客様の方には伝えててで私のお客様の方がやっぱお肌が皆さん綺麗なので自信持ってお伝えしていってますね。はい これ男性も、OK、なんですか基本女性専用なんですけどもで,、ね、<laughs> でもお客様のご主人さんだったりとかあ,<ー>あとお子さんも使っていらっしゃるのでだからゼロ歳から、まあ、エステは最高齢85歳のお客様までいらっしゃいますねはいなるほどで、えー、そんな玉城さんですが、はいえっと、ドクター水素ボトルは愛用されてるんですか、うんはい、愛用して まあ9か月ぐらい約8か月か約9か月ぐらいになります1月12日に来ました今年のね覚えてるんだ覚えてますうもう早く楽になりたかったので楽になる楽になるもうすがる思い、はい、ででもうだかもともと私の多分性格的に、うんあのー、ずーっとっ 興味があるものは没頭して,いてもう時間も忘れたりとかしたりするので、はい、もうずっと今までの生活が週に1回だけのお休みがもう何十年って続いてて、うん、気持ちだけ若くてもやっぱ体力が消耗しててはい、はい、でそれで膠、まあ、原病っていう形で、あのー、お休みをお店を5ヶ月ぐらい お休みをいいただいてて、<ー>でやっぱ毎月あの家賃代とか出たりとか、うん、あとはしていくので,で私の自分のことだけでも面倒を見るのが精一杯なのに、うん、家族のことも面倒を見きれなくてもうましてやもうお客様のことはもう到底できないと思って、うん、もうお店をあの水素ガスにも出,会出会ってもう効果なかったらお店を閉めてしまおうかなって思った矢先に出会いました。 あなるほどご自身が体調悪くされて、はい、でもお店も畳もうかなと思ってたんですか、えーはい、その時に水素ボトルと出会った出会いましたちょうどあれですよね、うん、あの説明会に来られた時に、うん、あの大阪のね由美、うん、さんっていう方がね膠原病で足がとんでもなく腫れ上がって腎臓の値ももう。 いわゆる生きていられないレベルまで落ちちゃった人がラジオにもね出ていただきましたけどもそれが復活完全復活をしてしまったっていう事例があるんでね膠原病でもね期待できますよっていう話は。 りますよって言い方はできないんだけどもそういう人がいますよって話をしてで使ってみるっていうことでねお試しいただいたっていうとこからスタートだったと思うんですけどもちなみに膠原病ってどんな感じの病気ですかいろいろ難病だからいろいろあるんですけど要素はただ腎臓がちょっととにかくものすごくね痛めつけられることが多くて腎機能って GFR っていう値なんですけどこれは100が正常値で60を切るとる で30を切っちゃうともう透析でさっきのユミさんっていうのは9まで落ちたんですよ。えー、それでお医者さんからあと1週間の命ですと言われたところから水素を吸って1週間どころか、えー、2週間経ったところでその体がもう全身がむくんでいた状態だったのがブワ、うん、ーっとしこ出てで4週間で普通の状態に戻ったっていう、うん、そういう。でその彼女は もう今どれぐらいだろう何百台あのうちの水槽を売ってくださって <laughs> 社長さんなんでね<う>もうご自分の体が証明ですって言、ね、ってくださってんだけど、まあ、そういうこともあったのであの玉城さんにもその話をさせていただいて、ねはいで。やっぱ私の えっと、今までお店を出す上で,でえで、っと、この化粧品がまあきっかけではあったんですけど、はい、どういう分野どういう世界も絶対やっぱ建前と本音があったりとかテレビで出せないものだったりとかっていう情報があるので,で私が決める一つとしてまず社長さん作り手の顔が見えることとあとフォロー体制、うん、であとは、えっとまあ、副作用がないあと環境にいいってこととあと人体に あるもものの影響しないものあとこ家族で共有できるっていうのがやっぱ一番の決め手でもあったんですけど、うん、でこのセミナーで行く前の方にやっぱそれまで月に1回通院しててやっぱ病院の待ち時間ってすっごい長いのでもう耐えきれないので横になったりとかしてたんですね。<ー>なのののでででここえっっとと実際しょうこさんだったりとか、うんでこの エステサロンの方のリッチさんにやった時に水素ガスの話があってでその中きつい時にどこも出る機会がないからあこの情報もええんかなと思ってじゃあ水素ガスのセミナーを受けようと思ったんですねきつい時にねだけどやっぱ通院してる時でさえもうもう立ってられないからセミナーって大体23時間かかるので退院後のセミナーってもう絶対きついと思ってで途中から抜けてもいいですよってことでじゃあ聞くだけもうとにかく 楽になりたいいからまずは聞聞くだけててみようっ,て思ってそれでセミナーの時に「初めてじゃあ水素ガス吸いながらやってみますか?」って言われたので「はい、じゃあ,あ吸いながらできるんだ」って思ってで吸ってそしたら23時間ぐらいのセミナーだったんですけど。 なんか普通なしあの楽な自分がいて「あ何これ?」ってまず体感してて、はい、で水素ってやっぱ見えない世界じゃないですかです、ね、見えない世界の中でまず理論を聞いて、うん、でまだ論より証拠っていうのもあるからであの化粧品メーカーもそうなんですけど化粧品で6000社あるんですね、うん、なのであの見極め方っていうのも教えてくれたからそれを基準にやっていくんですけども水素ガスも見極め方があるってことで,で論より証拠の機械 もも見せててらってあ,それもすごいあとは今お話しした膠原病の余命1週間の方が治っ,た、まあ、治ったっていうのがあったのであ私はその方に比べたらまだきついけど軽症だからあ期待できると思ってでそれで、まあ、体験談がまあすごすぎたってこととっぱ測定を見たっていうことでもうやりたい楽になりたいっていうことで主人にお願いしてじゃああなたが楽になるんだったらどうぞってことで。 でそれで12月ぐらいの忙しい時に注文だったので通常1週間ぐらいで届くって言ってたんですね。だけどもう3週間ぐらい お正月が入っちゃったねもうきつくって、早く吸いたい、吸いたいと思った矢先に、それがだから日付を覚えてるんですけど、1月12日にやっと届いて、で届くと同時に息子もあの当時、インフルエンザだったんですね、で、インフルエンザで、ずーっと咳きがあのすごくって、で、寝てるそばもずーっと咳き込んでるので、母親としては寝れないんですね、気になってて。 で私を先に吸うかということでどっちにさせようと思ってでまあ、彼をもう母親なので彼を先に優先させて、うん、そうしたら今までずっと席を止まらなく苦しそうだったんですけど水素を吸い始めた時に瞬間からなんか静かだったんですね、うん、部屋が。うん、で水素ガスはは副作用がないとかって,は習って だけど初めて体感するのを私じゃなくて彼からさせたので、うん、あもしかして死んでると思って <laughs> 静かだったからあま,あまりにも咳がすごかったのがピタッと止まったので、うん、ちょっと待ってってことで見に行ってそ寝てるんですね寝ててで30分経ったら1回終了になるので,、うん、で本人がもう一回やりたい。 楽だからもう一回やりたいって言っててで本人はセミナーの話は聞いてないのに体感でのものなのであすごいいいんだと思ってで彼をまあ3回ぐらい水素ガスやった後にやっと私。 っっ形でやったの強烈な印象だったのでスタートがそれが1月12日ってうことで,でもそこから絶対よくなるからる、はい、だからもう水素ガス出会うまでの今までの症状を書いとこうと思ったんですね、うん、そしたらもう過去には戻れないしよくなるって思ってはいるので,でそれでもう毎日毎日今でもそうなんですけど日記を書いてますなるほど玉城さんもう話し出したら止まらないですけど。<laughs> 一旦いいきたいと思います頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOE ー ST 株式会社電話番号0335272211一。そのような本当の和でございます。 もう北条さん、もう前半から、なんかすごい話が。えっ、ー、と、小木屋に入ってますね。<laughs> すごいですはい、今日のゲストは、龍谷、えー、コ,コリネの玉城直美さんでございます。美顔専門店ですね。はい、はい、で、えー、っと、もうご自身の体調、え、膠原病になってしまって。はい、体調悪い中、ドクター水素ボトルと出会った。はい、で、えー、っと、インフルの長男に吸わせたら、はい、咳が。 静かになっちゃったと、はい、で結局インフルエンザの症状は、あの診断いただいたんですけど。薬も処方してもらったんですけど、はい、薬はもう使わずに水素ガスだけで。感知して、えっと、終わってました。えーはい、交代交代で加齢吸って、私吸ってといことで。<laughs> はい。はい、で、実際、この玉城さんは、えっ、ー、と、まあ、どんな変化が生まれてきたんですか。はい、私は、えっ、ー、と、もうずっと。 とえー、病は木からって思ってて風邪とかも一切ひいたこと病院のお世話にほぼなったことなくってでその中でやっぱ無理もたたってで、まあ、この年代なので更年期の症状なのかなとかもうとにかく、あのー、診断いただく前からだるかったりとかしててまあ無気力だったりとかやっててだけどこの えとお客さんがいない休憩時間に休んでる私も罪悪感があって休みを悪だと思ってたんですね<ー>今までずっと仕事仕事だったのでまあその中で週に1回しか休みがないのに疲れてて当たり前なのに体の声メッセージを聞かなくって、うん、でそれで、えー、とその時やっぱ熱が出て。 でまあ、インフルエンザみたいな感じのだるさが結局は2週間高熱がずっと続いてて、うん、で病院行った時にそこ病院名も出していいん そしたらここでは膠原病の,あの専門の先生がいないので沖縄はやっぱ3か所ってことで、うん、私は友愛の方を選んだんですけれども、はい、でその時までにはやっぱ薬がないので,でずっとやっぱ熱があるから、うん、でもちろんあの息切れもするから車椅子だったりとか、はい、あとなんか、まあ、感覚なんですけど頭が膨らんでいるイメージ、うん、なんか膨張。 しててなんか宇宙人のようにねね感覚がでもびっくりして鏡見に行ったら、まあ、普通でだけど感覚はもう膨らんでるんですね、うん、膨らんでて、えー、でもやっぱもうドキ動悸もするしもうびっくりもするしでこの活動範囲がお家の中での活動範囲でもゆっくりゆっくりしか歩けなかったりとかあとお風呂上がりも吹く体力がないから濡れたままとりあえず休みたいから濡れたままベッドで。 もう全裸で横になってたりとかそれぐらいお風呂入る時も本当に一つ一つの工程がゆっくりゆっくりで息切れしててだから私お風呂5分か10分ぐらいで早いタイプなんですねだけど1時間ぐらいかかってて、えー、でだけど吹けないって形であとはあの買い物をする時とかも陳列棚がもうなんていうか見れないのぼ、えー、やけ気持ち悪く。 なって,て<ー>でなってる中であとはあの喉も乾いたりとかあと目,目は乾かなかったんですけど喉も乾くシェーグレン症候群だったりとかしていくので、うん、だからちょこちょこのみだったり。 あと髪がやっぱ抜けるっていうのが、まあ、この商売しているから恐怖、はい、ではあったんですね、はいはい、恐怖で,でも絶対そう恐怖だからでもこれを形に残しておこうと思ったんですすべて、うん、で皮膚筋炎も持っているので全部やっぱ攻撃する場所がみんなそれぞれ違うので一括りで膠原病なので私の場合は唾液の攻撃とあと皮膚と筋肉っていう形で、うん、あとは恐皮症っていって皮膚が硬くなる。 と,いうことでもう全部症状を全部残しとこうと思ってやってそしたら。 えっと、全部それも家庭を取ってるんですけど皮膚もきれいになってて髪の毛も本当にこれぐらいだったものを写真残してて旦那がいつも掃除担当なのでクイックルワイパーでね <laughs> でそしたら髪の毛の量が落ちるのがすごいすごいって言われてて <laughs> で分かってはいるんだけど言われたくなかったや,やっぱりって思いたくなくてでもそれで水素ガスするようになってて髪の毛の量のこと言わなくなっててであとは筋肉痛が毎回だったんです。 ですけど、うん、もう筋肉痛もほぼない。 吸ってから,吸ってから当時やっぱ日記書いてるから、うん、最初の方はもうずっとこういうのが良くなった良くなったとかで調子に乗った時に吸,わな吸,わ吸う数がやっぱ減った時って、うん、振り返ったらなんで良くなったのに調子悪いんだろうって見返す時が来てやっぱ回数の問題だったんですね。そしたらやっぱあの改めて回数を増やしたら良くなったりとかしてたので,であの目標は社会復帰。 だったので、うんはい、だから水素ガスに出会って、えっと、2週間後にお店オープン 2>, 2週間で2週間で<ー>お店オープンよかったです、ね、よかったですかって。 できてもう一番何よりも自分のことの準備とかで精一杯だったんですけど家族のことがまあ料理ができたりとか、うん、以前のようにあのできなくなってた自分がどんどん落ち込んでたんですけど以前のようにまた復活できますマルチタスクみたいな同時進行でできるようになったのがあ本当に水素ガスってすごいなっていうのがあります。今ででではもももうちちょっっっっとと疲れれたと思ったらもう子供たた思ら子早くく水素ガス吸ててみたいな感じで言ってくれるので で大体そういう時は水素ガスを30分ぐらい吸ったら復活します。へ<ー>復活してで今まではあのー、体調がどうなるか分からないから予定とか立って約束ができなかったです。 なのでかかけるから約束はできないけどいいってことを聞いてから約束をあの予定をね立ててたんですけど今はもうこういうふうな感じなのでエステの予約とかも、えっと、年内土曜日の方はもう全部埋まっててだからもう考えきれないこと予定立てられなかったけどあ大丈夫っていうのがあったのでそれで予定をお客さんの予約をあの受けた承ってたのでそういう自分がいるんだなって思ってます。 ですはい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に <noise> WOO e スト株式会社電話番号ロ三三五二七二二一一。さあ 本当にちょっと嘘のような話がいろいろと出てますが、えー、今日ゲストがリュココリネ美顔専門店の玉城直美さんです、はい、玉城さんあのご自身のいろ、えー、んなものを写真とかあとは日記にねつけているということでしたが皮膚の写真も今見せてもらいましたがはい。はい でえっと皮膚の写真ももうなんかやっぱあの何年も前から本当は症状があったんですよねだけど、はい、もう本当に羽のけてて気持ちでねで最終的にもうこういう膠原病にあのなったんですけどでやっぱ描き続けたりとかもうずっと皮膚があかゆくてやっぱし攻撃しているからねそうすると像顔っぽく。 なってたんですねでそれももしかしたら水素ガス吸ったりとかしたら良くなるかなっていう期待も込めてでビ美法は取っとこうと思って取ってたんですね、はい、でそれで最近また取ったらこういう風うな感じ柔らかく皮膚が滑らかになっててそれはステロイドとかも使ってたってことですか私はそう薬は一切ない もう処方なく,薬なくてもう薬ない薬ないからこそ薬に代わるものを探してたのが、うん、まあ水素ガスだったりとかあとは他のあのミネラル水だったりとかするんですけれどももうそうもうだからど,どちらもなくてはならない私にとってはだから薬は使わずにここまでか痒かったんですね痒くて痒で<で>見た目からしてももう、はい、で肥表の診断い。たただいた時に部分で かあの硬くなるか全身で硬くなるかって言われてて、うん、で全身が硬いのはやっぱ肺もうすぐ肺のこと言われたんですね息切れしたらすぐ行ってくださいとなので八代亜紀さんの、うんね、間質ものもあ、はい、あの全体的に来るもの、うん、だから私の場合はもしかしたら部分で収まっているのかなって思ってて、はい、まあそれが滑らかになったってこととやっぱ肺もやっぱ。 定期的に写真撮ろうねねってやっぱ言われたんです、ね、ん皮膚が攻撃してるからうそうしたらあの当時はやっぱ息切れするってことはあのレントゲン写真撮ったら白い影だったので,でどんどんあの白い影がなくなっていく写真を先生写真に収めたいので、えっと、それであの収めましたそうすると白い影がなくなってる、うん、で明日また写真撮影するあレントゲンの方を撮っていくので。 で、あとはやっぱ抜け毛、もこれぐらいあったのが、で、髪の毛もね、生えてきたんですね。で、もともと。わ<ー>かりますか。<ー>この地肌が。はいはい。うん、見えてます。ね。見えてますよね。あの密集度がね、濃くなってますよね。とか、あとはもう発汗とか汗が、もうひたすら出てたんですけど、それも落ち着きながら。 あと皮膚の症状もねやっぱ皮膚禁煙だからかゆかったりとか発、ね、疹化するんでしますよね。そう、かいたら暴走してなのでもう中からしかないから中から変わるものをってことでこの水素ガスは水素水とかもできるってことでこの専用のスプレーを交換したらであのルーティーンとして洗顔後はまずそれ活性酸素、はい、除去をしてから今持ってるアイテムで あのやるって形をやってます。なるほど、そろそろお時間となりました。早いです。ありがとうございます。これ第二弾も必要ですね。またちょっと続きを日を改めて。はい、よろしくお願いします。それでははい、そのような本当のは以上です。皆さんまた来週さよなら。ありがとうございました。